ITR4700 の底面。設計は、QED。販売は、ITQEDRM5230 の底面 QEDRM7000 の底面クアンタムエフェクトディバイセスは、半導体集積回路の設計製造を行う、アメリカが刺し国の企業。2000年に買収され、消滅した。QED は1991年、クアンタムエフェクトデザインとして設立された。 創設者は MIPS コンピュータのマネージャーだったトム・リデン、R ・キリアン、レイ・クニタである。当時 MIPS 社はコンピュータシステムの販売で苦戦していた。彼らは MIPS の本来の目的であるマイクロプロセッサの設計に集中するために新たに QED を設立したのであった。その後間もなく MIPS はスキーに買収された。QED は マイクロプロセッサの設計を請け負う業務を開始した。主な出資者であるットは QED 発の設計を発注した顧客でもあった。当初の QED の製品計画はノート型コンピュータ向けに MIPS アーキテクチャのマイクロプロセッサを設計することであった。当時、マイクロソフトが Windows NT でいくつかのリスクアーキテクチャをサポートしていた。リスクベースのパーソナルコンピュータが 主流になると考えた、いくつかのベンチャー企業が、システムやボードを開発していた。結局、それは市場を形成できなかったが、R4600 が完成し、ルーターやアーケードゲーム機で使われた。その後、東芝とイット向けに R4700、イットと NKK 向けに R4650、スキーと日本電機向けに R5000 を設計した。 モトローラ向けにパワー PC アーキテクチャの 603Q を設計したが、これはアップルのホーム PC とゲーム機向けであった。しかし、それらの製品は市場に出ることなく、開発が中止されたため、603Q は量産されることなく消えていった。数年後、売り上げ拡大を図るため、自社製 MIPS マイクロプロセッサの販売に踏み切った。この時、社名を クアンタムエフェクトディバイセスに変更した。RM5200、RM7000 などの製品が成功すると、同社は2000年2月1日に株式公開を果たした。そして同年10月、PMC シエラに買収され、PMC のマイクロプロセッサ部門となった。買収は株式交換で行われ、売り値は23億ドルであった。PMC 配下で、 RMQX-00 シリーズを完成させたが、これは市場には受け入れられなかった。QED から PMC に移ってきていた開発チームの人員は2005年6月までにほとんどが解雇され、一部残っていた人員も2006年1月までにすべて解雇された。社名はトム・リデンが考案した。これは量子効果が集積回路に影響するようになる時代まで同社が、 存続することを信じて付けられたものである R4600R4000 に基づいた設計。QED 創設者は R4000 の開発にも関わっており、もっと単純な実装をすれば価格性能比が向上すると考えていた。そのため R4600 ではパイプラインを5段に戻し、キャッシュメモリを大容量化した。この方針は成功し、 当時としては高性能を誇るマイクロプロセッサとなった。当初はラップトップ型コンピュータへの搭載を意図していたが、そのような市場は形成されなかった。シスコシステムズはルーターに、これを採用した。当たりなどがモータルコンバットなどのアーケードゲームに、使用した。R4600 の製造、販売は、ットと東芝が言った。R4700 スキー向けに、 不動小数点演算性能を強化した設計。不動小数点数の乗算を反復できる回数を増やした。スキーのインディーというローエンドのワークステーションで使われた。R4700 の製造、販売もイットと東芝が言った。R4650NKK が安価なゲーム企業として発注した。R4650 はキャッシュを半分にし、 不動小数点演算を単精度のみにして、大サイズを小さくした。QED としては初めてセキュア演算命令を実装し、ソフトモデムを実装可能となっている。マイクロソフトはこれをウェブトブ機器に使用した。R4650 の製造、販売は IT と NKK が行った。r 六百四十も基本的には同じだが、バス幅が十四ビットから十二ビットに。 縮小されている。R5000 スキーの依頼を受けて設計された。キャッシュを増やして、命令もデータも32キロバイトとしている。不動小数点演算機能が強化されている。限定されたスーパースケーラであり、整数演算と不動小数点演算を同じサイクルで並行して実行可能である。スキー o にで使われた。設計の権利は、スキーが保有し、IT と日本電機が製造。 販売した6039モトローラの依頼を受け、アップルの低価格、ホームコンピュータとビデオゲーム機ピッペンで使う予定であった。6039は R4600 の内部設計にパワー PC の命令セットを実装したものである。アップルのプロジェクトが中止されると、モトローラも6039の開発中止を決定したが、すでに QED は実動する最初のチップを 完成させていた RM52XXQED が自社で販売した最初の製品シリーズ R5000 のキャッシュを小さくしてピン配置を変更した低価格な製品として登場した初期の RM52X0 のキャッシュは 16KB だったが RM52X1 になると 32KB になっている RM523X はバスが3 2ビットで RM526X は64ビットであるレーザーアップリンターによく使われた RM70XX256KB の二次キャッシュを内蔵。組み込み市場向けマイクロプロセッサとしては初めて二次キャッシュを内蔵した整数実行ユニットを2つ持ちスーパースケーラを実現している RM7061 は RM526X とピン五感だった。 RM52XX の後継として売れた RM9X00QED によるソック実装7段のパイプラインを持ち高い動作周波数が実現できるアポロマイクロプロセッサコアが使われている分岐時の0点子を改善するため動的分岐予測機能を追加している RM9X00 はアポロコアを2個搭載したマルチコア実装となっていた 動作周波数は 1GHz を達成している。DDR メモリコントローラ、バスコントローラ、ドマコントローラ、ハイパートラポートコントローラなどの周辺回路を集積している。第2世代では、ギガビットイーサネットコントローラ、PCI コントローラも備え、キャッシュコヒーレンシにも対応している。しかし、市場に出るのが遅れたためにあまり売れなかった。開発が遅延したため同社は、 財政的苦境に陥り、PMC シエラへの身売りをすることになった。完成した頃にはすでにシビットなどの競合他社が、同様の製品を出荷済みだった。ありがとうございます。